大阪大学基礎工学部電子物理化学科物性物理化学コースの関山です。この動画では主に光を念頭に置き波の屈折率について説明します。そして群速度が位相速度にかかわらず真空中の高速 C を超えないことを X 線領域の屈折率を例にとり説明いたします。皆様よろしくお願いいたします。でここでですね、結局、媒出中というふうに書きましたけれども、これが波長によって位相速度が変わってもいい、振動数によっても変わってもいいということが実際にあるわけです。これはもう波の話というよりは屈折率の話になるんだけど、屈折率って何ですかというと、これはもう定義です。結局、真空中と媒質中ですね、基準となる K がなきゃいけない。だから真空中伝わらない波はちょっと論外なんですけど、光だったら真空中でも伝わるので、媒質中の位相速度の比をともって屈折率と呼びます。でここでは位相速度の比なんですね。これは波長によりけりなわけです。で基本的にはだ波長、いや媒質中では屈折で波長変わるやん、いやなんで、ちょっと波長使うときは基準となる方、この光の場合と真空中の値を使いましょうというわけですね。あと核振動数は変わらないので、これは使ってもいいんですけど、こういうことを考えますと。でこういう、あるいは単色化するっていうときはこういうのが一つ使えるわけなんですね。でこれは何かというと、屈折率が屈折の法則でどんだけ曲がりますかっていうのは波長によって変わってくるわけです。波長によって変わるということは屈折率が変わってるわけです。屈折率が変わるということは位相速度が波長によって変わっているということを意味します。で、ちなみに真空中の高速度って言ってるのは群速度の方ですね。要するにですね、位相速度がだから波長によらない場合、だから真空中とかね、そういう場合ですね。で、オメガイコール CK、これ実はだ先ほどの場合で言うと、オメガイコール C プライム K っていうのは、これ位相速度が比例係数になるわけです。で、その場合、今ここに書いたような形ですね。で、群速度は定義からこう書きます。そうすると、これは位相速度と群速度。これはさっきのスライドで言ったように、一緒にこう動いていくっていうのは想像がつきます。では、これが変わるとっていうと、変わってくるわけですね。こう、式の形では群速度というのは位相速度に、さらにこの位相速度の、波数による変化というものがファクターとしてかかってくる。で、これはどうするかというと、普段波長の方が見やすいので、波長で考えると、こういう微分考えましょうというと、こうですね。はい。ということで、波長の関数として考えたときには、こういう形に書くことができます。で、さらに、これはだから、こう 2π 消したりとここに k が出てきて、ちょうどここに k と k がいて、イエーイ、こういうふうに書くことができますと。だからこれは波長、この波長は真空中の波長になります。光の場合は。ということになって、で、つまり、実は、これは、群速度というのは、実は、マックスで C、光の速さ、真空中の速さになります。位相速度は制限ないんかと、位相速度の方は制限ないんですね。つまり屈折率が1よりちっちゃければ位相速度は真空中のそれよりも速いということです。で、実際にそういう例があってですね、X 線領域では屈折率というのは1よりわずかにちっちゃいことが知られています。で、で、5かけるというのが特徴なんですけどね。で、デルタここプラスで。でこの時に、位相速度はどうなるのっていうと、こうですね。これはだから、位相速度はこの式からを、これとこれをひっくり返しただけですね。
これは下はですね1よりわずかにちっちゃいから高速 C より速い。軍速度どうなんねん言うと、これはこの式を使ったらこう書きます。でここ屈折率これだから、これを微分するんだった、ごめんなさい、位相速度をラムダで微分する。いや、めんどくさいんですけど、めんどくさいんですけど、ったんめんどくさがんねえって話ですが、これ微分したら、ここラムダがあるか、これ事情で、で、ここにラムダがかかって、で、ここもマイナスとかマイナスとかあって、結局ここマイナスなんですわ。この式をぐっと睨んであげると、こんな式になるんですね。これ事情のまんまでしょ。で、これが C だけちょっと抜けて、ここ事情で、で、ここを通分したときに、この人が分子に出てくるので、こういう形になると。一体これはどうなんていうと、これはこう書けるわけです。これ分子をですね、こういうふうに展開、まあ、できちゃうんですね。はい。で、展開できました。ということで、で、この部分はちょうど1ですと。で、あとはここ全部引き算になるので、分速度というのは位相速度よりも遅いだけじゃなくて、高速 C よりも遅いということが分かるというわけで、確かに軍速度というのは、これだから相対論の言ってることとですね、一緒になるわけです。これ大事なことは何かというと、実は単色平面波というのを、まあ、一番考えやすいように導入するわけですが、それが単独で現実をどこまでも 100% 説明できるわけではなくて、100% 説明できるわけではなくて、実際にはこれを加速で表しましょう。そうすると観測にかかるのは軍速度の方やというような話になる。